リースリングは、ライン川流域原産の白ワイン用ブドウ品種であり、豊富な酸と、花や香水に例えられるような方向を持つ。辛口、半甘口、甘口、スパークリングといった、様々なワインに用いられる。リースリングは大抵単一品種で醸造され、多く損で熟成されることは少ない。2004年においては、リースリングの栽培面積は、 全世界で48,700ヘクタールと、ブドウ品種の中で20番目であったが、高級ワインに限って言えば白ワイン用の品種の中で、シャルドネ、ソービニオンブランと並びトップ3の重要性があると、目されている。またリースリングは、出来上がるワインの特徴が、産地のテロワールに極めて強く影響される品種である。ドイツの大部分など冷涼な気候においては、リースリングは、リンゴや、 果実の風味と非常に高い酸度を持ち、バランスを取るために残党を残す場合もある。アルザスやオーストリアなど、より暖かい地域においては、ぶどうが長く熟すことにより、柑橘や桃のような香りとなる。オーストラリアではしばしばライムのような特徴的な香りが生まれることがあり、特に南オーストラリア州のクレアバレーやイーデンバレーではその傾向が強い。元来の豊富な酸と 明確な果実の香りにより、リースリングからなるワインは熟成のポテンシャルがあり、両年の高品質なワインであれば、熟成により蜂蜜やスモーキーな香りが加わる。また、熟成されたドイツ産のリースリングには、石油香、ペトロール香などと呼ばれる特有の香りがあるとされる。2015年において、リースリングはドイツ及びフランスアルザス地方で、 最も栽培面積の多い品種であり、それぞれ全体の23.0%、21.9%を占めていた。ドイツでは、モーゼル・ラインガウナー・エフ・ァルツといった地域では、特に広く栽培されている。オーストリア・スロベニア・チェコ・スロバキア・ルクセンブルグ・イタリア、北部、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、南アフリカ、中国、ウクライナ、そしてアメリカのワシントン州。 カリフォルニア州、ミシガン州、ニューヨーク州などでも栽培例が多い。リースリングは歴史の長い品種で15世紀から複数の文献に書き記されている。最古の資料ではラッセリングと表記されており、これは1402年にドイツのボルムスで書かれたものである。その他の最初期の資料としては1435年3月13日のものが知られているが、 これは、カッツェン・エルン・ボーゲン・ハクシャク・ジョン4世のワイン像の記録に、ブドウ畑のリースリングの木を剪定するのに22シリングかかったとの記述があったものである。この時のライアスリングという綴りは、他の多くの文書においても繰り返し使われている。現代と同じリースリングという綴りが最初に、見られるのは1552年のことで、ヒエロニムス・ボックがラテン語で描いた、 総本詞の中で使われている。1348年から伝わるアルザス地方、キンツハイムの地図の中には、ズデム・ラッセリングとの表記があるが、これが、リースリングを指しているのかどうかは定かではない。1477年になると、アルザスにおいても、リスリングという綴りで文献に残されている。オーストリアのバッハウにおいては、リッツリングと呼ばれる小川及び小さなブドウ畑が、 存在するが、当地ではこれはリースリングの名前の由来になったとの主張がある。もっともこの説を支持する証拠となるような文献は、内容であり、正当性が広く信じられているわけではない。かつてはリースリングは、ライン川流域に自生していた野生品種に由来すると言われることもあったが、その証拠は十分とは言えなかった。最近になって、 フェルディナンド・レグナーによる DNA 鑑定の結果、リースリングの片方の親はグーエブランであることが分かった。この品種はドイツではバイサー・ホイニッシュとして知られており、今日では稀な品種であるが、中世ではフランスからドイツにかけて広く農民の間で栽培されていた。もう片方の親は何らかの野生品種とトラミナーの交配種である。ホイニッシュとトラミナーは共に ドイツにおいて長きにわたり記録に残されている品種であるため、リースリングが生まれたのはライン川流域のどこかであったと推測されるが、どちらの親もアドリア海沿岸系であることを考えると、その他の地域で生まれた可能性もあり得る。現在の白ワイン用のリースリングは、下皮が赤いリースリングから生まれたという建設もあるが、それが証明されたことはない。 ただし、白いリースリングと赤いリースリングの遺伝的な際は、極めて小さいと考えられ、事実ピノノワールとピノグリのように色が変化する例は、存在する。1975年のドイツ産リースリング。ラインガウ地方のシュロス・ラインハルズハウゼンのエアバッハー、ジーゲルスベルクカビネットであり、2007年に32年間の熟成を経て開封された。金色琥珀色を呈しているが、 この色は熟成されたリースリングのみならず、白ワインが熟成された際に典型的である。リースリングで作られるワインは若いうちに飲まれることも多く、その場合はフルーティーで青リンゴやリンゴ、グレープフルーツ、桃、グーズベリー、蜂蜜、バラの花、青草などの香りに富んだワインとなり、豊富な酸のためにキリッとした味わいであることが多い。しかし、もともと リースリングには豊富な酸と幅広い香りがあるため、さらなる熟成に好的である。国際的なワイン専門家であるマイケル・ブロードベントは、数百年もの熟成を経たドイツ産リースリングを高く評価している。ドイツのドロッケン・ベーレン・アウスレーゼのような甘口のリースリングは、高い糖度により保存性が、さらに高まるため、とりわけ長期熟成に向いているが、高品質なリースリングであれば、 辛口内脂は半辛口であっても100年を超える熟成に耐えるばかりか素晴らしいワインであり続ける。ドイツのブレーメン市役所では様々なドイツワインが保管されているが、その中にはリースリングを含む品種で作られた1653年産のワインが含まれる。一般的にはリースリングの熟成期間としては辛口ワインで5から15年、半甘口で10から20年。 甘口では10から30年以上が好ましい。リリース直後のリースリングは、著しい石油香を有することがある。これは、ケロシン、潤滑油、ゴムを連想させる香りと表現されることもある。石油香は熟した、リースリングの複雑性のある香りの一部を成すもので、あり、経験豊富な飲み手はこれを追求することもあるが、不慣れであったり若々しく、 フルーティーな香りのワインを好む者にとっては不快に思われることもある。このように若いリースリングの石油口にはネガティブな側面を感じ、またこの品種の若くてフルーティーなワインが好まれるケースはアルザスやその他ワイン輸入国と比べてドイツでより一般的である。そのため一部のドイツの生産者は石油口をワインの欠点とみなして、 仮に熟成に向かないワインを作るためにコストが上がろうとも石油香を避けようと試みることがあり、特に低価格帯のワインで顕著である。このようなこともあり、ドイツワイン協会はドイツ語版のワインのアロマホイールから好ましい香りとして石油香を載せなくなった。ドイツ語版のアロマホイールは特にドイツワインに当てはまるものとされているが、 アンシー・ノーブル教授が最初にアロマホイールを作成した時に石油鉱が含まれていたという事実とは矛盾する。石油鉱は1、1、6、トリメチルマイナス1、2ジヒドロナフタレンという化合物に由来すると考えられている。これは熟成の間に染具体であるカロテノイドが3により加水分解されることによって生じる。そのため、ワインは熟成した際に どの程度 TDN が生じるか、あるいはどの程度石油鉱が生まれるかは、最初にワインに含まれる潜具体の濃度によって決まっている。ブドウ中にカロテノイドが生成される条件として知られている、条件から考えるに、ワインが豊富な TDN を持つ、可能性が高くなるのは、以下のような時である。これらの条件は、一般的には高品質なリースリングの産出に、 貢献すると考えられている。すなわち、実際のところ石油耕は、優れたワインで生まれやすく、収量を多くして作られた単調なワインではあまり見られない。そういった単調なワインは、特にニューワールドでよく見られ、考えに頼っていることも多い。寄付の影響を受けたリースリングの房。寄付化したブドウの粒とそうでない粒の色の違いが見て、取れる。 リースリングで作られる最も高価なワインとしては、おそつまみのデザートワインが挙げられる。これはブドウを通常の収穫期を過ぎても気になったままにしておくことで作られる。ボトリティスシネレアという新菌の感染内しは、ブドウの凍結により水分が蒸発し、失われることで、残った果汁から作られるワインはより多層的で豊かなものになる。 このようにして濃縮された果汁から作られるワインは通常よりも高い糖度と豊富な酸、豊かな香りと複雑性を持つ。これらの要素のためにすべての白ワインの中でも最も長期熟成に耐えるワインになる。リースリングにおける寄付の利用は1775年にシュロスヨハニス・ベルクで発見された。ブドウ畑を所有していた古田修道院から ブドウの収穫を始めて良いとの許可が降りるのが遅れたことで、ブドウは腐敗し始めていたが、そのようなブドウで作られたワインは極めて優れた品質であることが分かったのだった。ドイツモーゼルの南向きの急峻な斜面で栽培されるリースリングリースリングは、栽培地域のテロワールを非常によく反映すると考えられている。とりわけ、スレートと砂を含む粘土質の土壌が適している。 今日、リースリングはドイツを代表する品種であり、その澄んだ香りとテロアールの表現、果実とミネラルの香りのバランスで知られている。ドイツでは、通常9月末から11月末まで熟したリースリングを収穫するが、レートハーベストの場合、収穫が翌年に1月まで遅らせることもある。ドイツ産リースリングによくある特徴として、滅多に他の品種とブレンドされることがないこと。 オークソンによる、損行をつけることがまずないことの2点が挙げられる。例外的に、ファルツやバーデンの醸造家の中には、新村を用いる者も,もいる。これらの地域は、比較的温暖であるため、アルコール度数が高く重口の新村に負けないワインになる。ドイツのリースリングは、若いうちは、香りのそれぞれの要素が、はっきりと感じられるが、10年ほどの熟成を経ると、 より調和したワインになる。ドイツでは、プレデカットと呼ばれる等級を、ワインの甘さで区別しているため、ブドウを収穫する際の糖度が重要な判断基準となる。また、青い香りがあるリンゴ酸と柑橘系の香りのある、主石酸のバランスも、ブドウ農家にとって重要である。冷涼な年では、十分に熟して、主石酸ができるように、11月まで収穫を待つことも、ある。 温度管理技術が開発される以前は、ドイツ中部の冬は、気温が低すぎるため発酵が停止し、出来上がるワインに糖分が自然に残り、アルコール度数は低くなることがあった。伝統的に、モーゼルのワインは、背が高く肩が急角度になった緑色のホックと呼ばれるボトルが用いられる。ラインガー流域では、似た形状だが、茶色のボトルが使われる。リースリングは、ゼクトと呼ばれる。 ドイツのスパークリングワインにも公的な品種である。ドイツのリースリングは甘口ワインから半辛口のハルプトロッケン、辛口のトロッケンに至るまで広く使われている。レートハーベストのリースリングからはベーレンアウスレーゼやトロッケンベーレンアウスレーゼといったデザートワインが生み出される。フランスアルザスで栽培されるリースリングアルザスにリースリングが植えられたのは 記録に残っている限りでは1477年に遡り文献の中でロレーヌ港がその品質を激章している。現在ではアルザスの畑の5分の1以上でリースリングが栽培されており、特にオーラン県ではほとんどを占める。アルザスのリースリングは隣国のドイツとはかなり違った特徴を持つ。この違いの一因として土壌の違いが挙げられる。 アルザスの土壌は、ドイツ同様に粘土質だが、ドイツのラインガウがスレートを含むのに対して、アルザスでは、石灰質に富んでいる。醸造のスタイルも異なっており、アルザスではより、フランス的な醸造法を採用しているため、アルコール度数は高めになり、オークソン内市は、ステンレスタンクで長期間の熟成を行うことでより、丸みを帯びたワインができる。ドイツのワイン法とは異なり、 アルザスではほとが認められている。アルザス産のリースリング他のアルザスワインと比べ、アルザス産のリースリングは熟成に向くが、多くは生産直後に消費されてしまう。アルザス産のリースリングは辛口で綺麗な酸を持つことが多い。ワインは重口で複雑な香りを持つ。そういったワインは熟成に向き、両年のワインであれば20年以上の熟成に応える。 アルザスのリースリングでは3年ほどの熟成を行うのは望ましいが、これはにより香りが開き、柔らかくフルーティーな香りになるためである。甘口ワインにしても十分な酸味が保たれるため、レートハーベストにも適しており、寄付化したブドウを使ってセレクションドグランノーブルを作るのにも用いられる。ミュスカ、ゲビュルツトラミネール、ピノグリと並んで、アルザスグランクルでの栽培が認められている。 好奇品種の一つである。シドニーオペラハウスの開館を記念したワイン1838年、ウィリアム・マッカーサーがリースリングの木をオーストラリアのニューサウスウェールズ州ペンリスに植え付けた。1990年代初頭まではリースリングはオーストラリアで最も多く栽培されている白ぶどうであったが、それ以降はシャルドネに人気が移っている。とはいえ、グレートサザン地域や クレアバレー、より冷涼なイーデンバレーやハイイーデン地区では今でも盛んに栽培されている。オーストラリアの気候は温暖であるため花火費が厚くなりやすく、時にはドイツで栽培した場合の7倍にもなることがある。石灰石やシェールの上に赤土が被さった水はけの良い土壌で育ったリースリングは引き締まった味わいになり十分に熟すとトーストや蜂の巣、 ライムなどの香りが現れる。オーストラリア産リースリングは、ステンレスタンクを用いて低温かつ酸化を防いだ状態で醸造され、その後早い段階で瓶詰めされることが多い。オーストラリアのリースリングの特徴としては、若いうちはオイリーな味わいと柑橘の香りが顕著で、あり、熟成が進むと、爽やかさと酸味のバランスが取れる。寄付化したワインは極めて濃縮されたレモンの、 マーマレードにも例えられる香りを持つ。ニュージーランドにリースリングが最初に植えられたのは1970年代のことであり、比較的冷涼なマールボロやレートハーベストにむくねる村地区では現在に至るまで盛んに栽培されている。オーストラリア産のリースリングと比べニュージーランド産はより軽く繊細なワインが産出される。また甘口から 辛口まで様々なタイプが作られる。冷涼な産地であるセントラルオタゴでは近年になって他の地域と同様にテロアールを反映したワインが産出されるようになった。リースリングはグリューナーベルトリーナーについてオーストリアで多く栽培されている白ワイン用品種である。オーストリア産のリースリングは一般的に厚みのあるボディと複雑な香り、明快で強い方向があり。 食欲をかきたてるものである。とりわけ特徴的なのは、長い余韻と白胡椒のような香りである。和光地区は、冷涼な気候であり、花崗岩と、キララからなる、水はけの良い土壌で、ワイン包丁管外が許容されているので、この品種の栽培例が多い。アルコール度数は、通常13%程度であるが、これは、リースリングとしては、比較的度数が高い。また、 5年程度の熟成で品質が最も高くなることが多い。甘口ワインはあまり作られず、辛口が多い。寄付が生じることは稀である。ワシントン州コロンビアバレーエイバのリースリングリースリングは19世紀末にドイツ移民によってアメリカに持ち込まれ、まっとうなドイツ由来のリースリングであることを示すためにヨハネスブルグリースリングと呼称された。 ニューヨーク州のフィンガーレックス周辺はアメリカで最も早くからリースリングが栽培されていた地域である。カリフォルニア州では1857年から栽培が始まり、続いて1871年にワシントン州にも広がった。ニューヨーク州のリースリングは通常軽い口当たりの発泡性のワインに仕立てられ、香りも軽くてまろやかなものが多い。ワインは活発なものが多く、 長期熟成されることは滅多にない。辛口から甘口まで広く作られている。ニューヨーク州ではリースリングを使ったアイスワインも作られるが、アイスワイン用としてはビダルブランやビニョルが大多数を占めている。カリフォルニア州では人気においてシャルドネに大きく遅れをとっており、それほど栽培されていない。特筆すべき例外としてはレートハーベストで作られる。 高品質なデザートワインに使われる点である。現時点では、レートハーベストが最も成功しているのは、アンダーソンやアレキサンダーバレーであるが、これらの地域は、寄付が生じるのに適した気候である。カリフォルニアで作られるリースリングは、柔らかくふくよかな味わいであることが多く、ドイツ産のものとは異なる傾向を持つ。リースリングの栽培状況は、太平洋岸北西部では、 対照的である。ワシントン州では現在このブドウの栽培は増加しているが、隣接するオレゴン州では減少している。これらの地域で作られるリースリングは辛口から甘口まで幅広く、すっきりとして軽いワインになるため飲みやすい。また、しばしば桃やミネラルの複雑な香りがはっきりと現れる。シャトーさん、ミッシェルのような一部のワシントン州の生産者は、 ドイツ式の生産手法を導入しており、ドイツの巧妙な醸造家であるエルンストローゼン博士と協力して優れたワインを作るようなことも行われている。シャトーサ・ミシェルは年間200万ケースを生産しており、これは世界のワイナリーの中でも最も多くのリースリングを作っていることになる。2007年には他の太平洋岸北西部に所在するワイナリーで、 ボニードゥーンの醸造家であるランドール・グラハムが所有するパシフィック・ディムワインメーカーがレッド・マウンテン・エイバで初めて完全にリース・リングの生産に特化した施設を立ち上げた。ミシガン州のオールド・ミッション・ペニンシュラやリーラナウ・ペニンシュラなどのトラバース式近郊にあるエイバはアイスワイン生産で知られているがその目的に適した品種であるリース・リングは非常に一般的な品種となっている。 その他の地域でもリースリングは栽培されており、温暖な州であっても比較的涼しい地域であれば栽培が可能である。例えば、オクラホマ州やテキサス州がそれにあたる。オハイオ州では全域でリースリングが栽培されており、受賞歴のあるワインも州の全体で生産、販売されている。オンタリオ州ではリースリングは主にアイスワインに使われ、 ふくよかで複雑性のあるワインになる。ナイアガラ地区は主要なアイスワインの産地とみなされており、その地位はドイツに匹敵する。ナイアガラ地区では、レートハーベストによる甘口ワインや、スパークリングワインも作られるが、生産量のうちの多くを占めるのは、辛口から半辛口のテーブルワインである。この地域の気候は、典型的には夏場かなり暖かいので、ワインは豊かなものになる。 モーゼルのワイナリー、ザンクト・ウルバンス・ホーフの創設者であるハーマン・ワイスは、ナイアガラ地区で現代的なワイン作りを始めた最初期のパイオニアであるが、彼は自ら所有するモーゼルのリースリングから取った苗木をナイアガラ地区西部の生産者に販売していた。この時の木は、現在では樹齢20年を優に超えている。このクローンとナイアガラ地区の夏の暑さにより、 独特の優れたワインが生まれ、時には辛口の印象的なワインに仕上がるのである。多くの生産者及びワイン評論家が、ナイアガラ地区で最も優れたワインを産出するのは、ナイアガライスカーアップメント地域であると主張しており、その地域には、ショートヒルズベンチ、トゥエンティ、マイルベンチ、ビームスビルベンチが含まれる。ブリティッシュコロンビア州では、リースリングはアイスワイン、テーブルワインのほか ゼクトと同じ方法で作られるスパークリングワインに使われる。このタイプの著名なワインとしてはサイプスブリットが挙げられる。ノバスコシア州、中でもアナポリスバレーは日中は暖かく夜は冷涼な夏の気候と長い生育期間のためにリースリングの生産において極めて有望な地域である。海洋性気候と氷河性土壌により興味深いワインとなる。リースリングは ハンガリー、イタリア、クロアチア、南アフリカ、チリといった国々や、ルーマニア、モルドバ、セルビア、カザフスタン、ウズベキスタンなどの中央ヨーロッパでも広く栽培されている。ワイン作りにおいて、リースリングの果実は繊細な特性を持つため、収穫後に果皮を傷つけないように扱う必要がある。果皮に傷があると、そこからタンニーが果汁に侵出してしまうので、 ワインからきめ細かさや香りのバランスが失われる。爽やかなワインを作るために、ブドウの果実や果汁を醸造の過程を通して、冷やしておくこともしばしば行われる。ブドウは収穫直後に冷やされるが、これはリースリングの持つ繊細な香りを失わないためである。ブランダーを用いた圧作は発酵の直前に行われる。発酵中は、 ステンレスタンクで温度を摂氏10度から摂氏18度の間に制御するが、これは赤ワインで一般的な醸造温度よりも低い。シャルドネと違い、リースリングではマロラクティック発酵は行わないことが多い。それにより、ワインに鋭い酸味が残り、喉を潤してくれるようなワインに仕上がる。なお、装備ニオンブランやピノグリーージョなどの場合も同様の理由で、 マロラクティック発酵が行われないことがある。ワインが凍結するよりも、わずかに高い温度に保つ低温安定化を実施することもある。このような低温に置かれると、ワイン中の主石酸が結晶化、沈殿し取り除かれる。これにより、瓶の中で結晶が生じるのを防ぐことができる。その後、通常は酵母や不純物を取り除くために再度漏化される。ブドウ栽培の観点では、 リースリングには2つの主要なコツ、すなわち長く低くを保つことが重要とされる。すなわちリースリングにとって理想的な条件は長い期間をかけてゆっくりと熟すことができる気候と終了を抑え香りを集中させるための適切な剪定である。リースリングは甘さと酸味のバランスが取れているので食品との組み合わせにおいても多彩である。 魚料理や豚肉料理と組み合わせることができるほか、ワインによってはより香りが強く、スパイシーな料理、例えば、タイ料理や中華料理とも合わせることができる。リースリングの典型的な香りの要素には花や、トロピカルフルーツ、スレートや水晶などの鉱物が挙げられるが、熟成を経ると、前に述べたように、石油香が生じる。リースリングの醸造に新尊が用いられることは、ほぼない。 そのため、リースリングは軽いワインに仕上がることが多く、それゆえ様々な料理と合わせることができるのである。鋭い酸味と甘みがあるので、塩気の強い食品ともよく調和する。ドイツにおいては、キャベツの調理に野菜臭さを消す目的で使われることも、ある。他の白ワインと同様、辛口のリースリングは、摂氏11度前後で提供されることが、一般的である。 甘口の場合は、やや低めの温度で供される。リースリングは、多数のクローンが、商業的に流通しており、それぞれ微妙に異なる性質を持つ。ドイツでは、約60のクローンの使用が認められており、その中で、最も人気があるのは、シュロス・ヨハネスベルグのブドウ畑から広まったクローンで、ある。ドイツ以外の国でも、使われているクローンはドイツから直接持ち込まれたものが、 多数を占めているが、中には違った名前で伝わっていることもある。極めて稀なリースリングの編集に赤いリースリングが存在し、近年注目度が上がっている。名前が示す通り、下皮が赤みがかっているが、それほど色が濃いわけではないので、あくまで白ワイン用として使われる。これは、白いリースリングの突然変異であるとみなされることが多いが、 一部の研究者は逆に赤いリースリングこそが普通の白いリースリングの祖先に当たると考えている。赤いリースリングはドイツやオーストリアで少量が生産されている。2006年、フリッツ・アレンドルフというワイナリーは初めて商業的な量の赤いリースリングを植え付けたと主張した。ややこしいことにレッドリースリングという故障が赤い花火痢を持つトラミナー。 系の品種に対しても使われることがある。ローターベルトリーナーの原種であるハンスという品種も、レッドリースリングと呼ばれることがあるが、この品種については、よくわかっていない。シュバルツリースリングとは、全くの無関係である。19世紀末、リースリングのエレガントな特徴を残しつつも、より柔軟で栽培しやすい、新たな荒廃品種を作り出そうと、 ドイツの園芸カラーが尽力した。その中で最も特筆すべき品種がミュラー・トゥルガウであるが、これは1882年にガイゼンハイム研究所でリースリングとマドレーヌ・ロワイアルの後輩により生まれたものである。その他、リースリングとシルバーナーの後輩品種にはファルツで好まれるショイレーベやリースラナーが存在する。ケルナーはリースリングと赤ワイン用ブドウ品種である。 トロリンガーを荒廃させて作られた品種であるが、品質に優れているため近年では、植え付けの量では、リースリングをしのぐ。クロアチア北部で作られたラインリースリング、リースリングの名を含むブドウ品種は多く存在するが、実際のところはリースリングそのものではない。以下に例を示す。ライン川沿いの小さな広告であり、現在のライン川地方に近い原文は、 22アンビセックスレベンライアースリンニンライ、ウィンアートン2011年時点でのフランスのワイン法によれば、この品種はモゼル県、バイコールラン県、オーラン県でのみ栽培される。ドイツ語で、黒いリースリングのイ・ジェイ・ロビンソン・ザ・オックスフォード・コンパニオン・ツ・ワイン・サード・エディション、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。 P 七百四十六 ISBN 売れから十九から八十六万九百九十から六 AB ワイン＆スピリッツアンダースタンディングワインクオリティワイン＆スピリッツエデュケーショントラストピアニッシモ六から九ジャーマンワインインスティチュートジャーマンワインスタティスティックス二千十五から二千十六二千二十一年一月二日閲覧しウェブサイト二千七年九月九日閲覧 Ab フレディ・プライス、リース・リングル・ネッサンス、ミッチェル・ビズリー、ピアニッシモ、十六から十八、isbn 九兆七千八百十八億四千万七千七百七十、ディーター・ブロッツ、ワイン・アトラス・オブ・ジャーマニー、ユニーブ・オブ・カリフォルニア・パープル、isbn 九兆七千八百五億二千二十六万六百七十二、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・カウンティー・オブ・キャセネ・ローン・ベジェン。 and the first lease ring of the world.2021 年1月2日閲覧。ウィンザーフレインド・ラッセルズハイム、ファクシミリアンドトランスレーションオブザ1435ドキュメント。2021年1月2日閲覧。オズ・クラーク、The Encyclopedia of Grapes, Web Stars. インターナショナルパブリッシャーズ P192ISBN0 から15から10714から4フレディプライスリースリングルネッサンスミッチェル・ビズリーピアニッシモ90から 92ISBN9 兆7818億4千万七千7770フレディプライスリースリングルネッサンスミッチェル・ビズリー p118、P 8, ISBN 9兆7818億4000万 7770AB、バイン、プラスグラサー、ローテリースリン。2013年1月23日閲覧。オーエンバード、ラインゴルト、ザ・ジャーマン・ワイン・ルネッサンス、アリマ・パブリッシング、p91、ISBN 978から1から845490799。 マイケル・ブロードベントヴィンテージ・ワインズリートルブラウン P343 ISBN 0から15から10704から7 J-A-N-C-I-S-R-O-B-I-N-S-O-N.com Exploding Miss About German Wine 2021年1月2日閲覧マイケル・ブロードベントヴィンテージ・ワインズリートルブラウン p344、ISBN0 から15から10704から7、リースリング、レポートイシュー13マーチ、エイプリル2002、ピアニッシモ、8から13、ザ・リワーズ・オブ・セルリング・リースリング、2021年1月2日閲覧。エビー・ラインゴルト。 ザ・ジャーマン・ワイン・ルネッサンス、リーマ・パブリッシング、ピアニッシモ、九十から九十七、isbn 九百七十八から一から八四五四九零七九九。p。ウィンター・ハルター、一、一、六。トライム・エセルマイナス一、二、大ハイドレン・フェサリン・フォーメーション・イン・ワイン、一、スタディーズ・オン・ザ・ハイドロリシス・オーブに、六十、十。10テトラム・エセルマイナス一オクセス・プイロ、四点五。 ディセンバーマイナス 6N-28 ダイウールラシャナライシングザオリジンオブ TDN& リレーテッド C13 ノーセプロノワズインリースリングワインジャーナルオブアグリカルチュラルフードケミストリー391825から1829ヒストリーオブシュロス・ジョハニスバーグ2006年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年1月2日閲覧 杉山明日香。受験のプロに教わる、ソムリエ試験対策講座2016年版。リトルモア。P197 ハット a b イクロペディア・オブ・グレイプス、ウェブスターズ、インターナショナル・パブリッシャーズ、p 1 9 4 ISBN0 から15から10714から、4ジャニュシス・ロビンソン、バインズ、グレイプスアインズ、ミッチェル・ビズリー。P105。 ISBN1 から8573229996、アンドリュー・エルソン、ロールアウト・ザ・リースリング、ジャーマン・ワインズ・アレメイキング、エイ・カム・バック、ザ・タイムズ、2019年12月9日閲覧。ワイン・イン・ノー・ザ・ン・ヨーロッパ、ワイン・スペクテーター・マガジン、124、AB ・オズ・クラーク、ザ・エンサイクロペディア・オブ・グレイプス、ウェブ・スターズ、 インターナショナルパブリッシャーズ、P195、ISBN0 から15から10714から、ヨン・オズ・クラーク、ザ・エンサイクロペディア・オブ・グレイプス、ウェブスターズ、インターナショナルパブリッシャーズ、P197、ISBN0 から15から10714から、ヨン・スチュアート・ウォルトン、アンダースタンディング、チュージングエンジョイングワイン、ヘルメスハウス、 P70 ISBN1 から840811773 OZ クラーク The Encyclopedia of Grapes Webstars International Publishers P193 ISBN0 から15から10714から 4AB Stuart Wolton Understanding Choosing and Enjoying Wine ヘルメスハウス P74 ISBN1 から840811773 A.B.O.'s Clark, The Encyclopedia of Grapes, Webstars, International Publishers, P198, ISBN 0から15から10714から、4 Stuart Walton, Understanding, Choosing and Enjoying Wine, Hellmess House, P121, ISBN 1から 840811773, Queensland Government Wine Development, Lee Sling, 2008年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月2日閲覧。ABCO's Clark, The Encyclopedia of Grapes, Webstars, International Publishers, P199, ISBN0 から15から10714から、4AB Stuart Walton, Understanding, Choosing and Enjoying Wine, Hellmess House, P75 ISBN1 から840811773スチュアート・ボルトンアンダースタンディングチュージング・アンド・エンジョイング・ワインヘルメス・ハウス P71 ISBN1 から840811773カレン・マクニールザ・ワイン・バイブルワークマン・パブリッシング P569 ISBN1 から563054345ハット・エイキングボニー・ドーム・ハズ・クラッシュ オンワシントン、リースリンワイン、プレスノースウェストスプリング、26、フルーツプロダクション2005、US デパートメント・オブ・アグリ、ナショナル・アグリカルチュラル・スタティスティックス・サービス、ミシガン・フィールド・オフィス、ジャニュアリー25、2006、2007年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ、2006年6月20日閲覧、ミシガン・アイス・ワイン・ライジズ・ウェン、マーキュリー・ホールズ、 2021年1月2日閲覧。ウッズウォーターズ・ワイナリービニヤード。2021年1月2日閲覧。テキサス・グレープ・バーヤティスワインズ。2021年1月2日閲覧。ドクター・ナー・マーゴリーとワイナリー・テクノロジーオペレーションズ。 A ハンドブックホースモールはインディスザワインアプリシエーションギルド P89 ISBN 0から93万2 664から66から0カレン・マクニールザワイン・バイブルワークマン・パブリッシング P554 ISBN 1から563054345ハット・アンドリュー・コリガンリース・リング・アンド・ジャーマニー2005 e-w-i-n-e-c-o-n-s-u-l-t.com 2021年1月2日閲覧杉山明日香受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座2016年版リトルモア P348 バインプラスマガジンセプテンバー62006アディンドーフシーズレッド2021年1月2日閲覧スチュアート・ウォルトンアンダースタンディング チュージングエンジョイングワインヘルメスハウス P181 ISBN 1から840811773モールエリカトップファーラインハルトアイバックルドルフビティスインターナショナルバラエティーカタログインスティチュートフォーグレープバインブリーディングゲイルホワイラーホフシーブルディングンジャーマニー2007年8月29日閲覧ありがとうございます